おはようございます。いや、しかし毎日快晴ですね。昨日スーパーでゴービーガンのこのチーズを買ってきたので、今日はこれを使ってみます。このパッケージがちょっと雑です。過ぎた。まあいいか。あとショーはサラダを作ってます。完成でございます。今日の昼ご飯サラダとそれドレッシング、クラウドベリーのドレッシング、クラウドベリー、豆とビーガンチーズとアボカドです。今夕方の5時半なんですけど、今日はですね、これからですね、今泊まってるところのすぐ裏側にオファーソイカンメンっていう名前の山がありまして、でここは標高というか436メーターでイージーで1時間で登れるらしいので、ここに行きます。でここら辺に今泊まってまして、ですぐ200メーターぐらいで駐車場があって、でそこから比較的急なところはない感じがしますけど、この地図を見る限りで、ほぼ一直線なので道にも迷わずに頂上に行けると思います。でまたアイスランドのやつですけど、今日の6時のオーロラフォーカストの強さはハイなので、まあ、今日は間違いなく出ると思います。0時もハイ。で、ちょっと明け方アクティブになりますけど、まあ、今夜は結構ハイなので、オーロラ出ると思います。で、ここが今泊まっているスクレーダーローバスイートっていうところで、で、ほんとすぐですね、ここに駐車スペースがあって、でそこを登っていって国道を越えていくと、ハイキングのルートがあります。この道路の脇からここから登っていきます。あそこが止まってたところですね。結構もう登ってきたね。にしても思ってたより急だな。道はこんな感じです。もうそろそろ夕日が沈んだ頃かな。すごい綺麗、月が出てきたね。ノルウェーに来て初めて月見たけど、もう半分出てるので上限の月ですね、あれきっと。いい景色だ。ショーも来てます。あ、ここが登ってきたところの山頂です。思ったより短かったね。45分で登ったよ。わあ、これはすごい眺めだな。それでは今からここで夜ご飯を食べて、まあ、オーロラが今日は強く出るらしいので、オーロラが出たら撮影を開始します。いやーすごいね。ここはあれさ、昨日行ったなんだっけ、あれハウクランドビーチね、トンネル越えるとアッターケイブビーチがあります。で、ここがレクネスですね。あのスーパーがあるところ。すごいね、素晴らしいよ。これが今見えてるオーロラですね。